俊介さん、お疲れ様でした。最初、俊さんの引退というのをね、聞いたときはすごくやっぱ悲しい気持ちになりましたし、すごく残念でしたが、まあ、俊さんが決断したことですから、それを、まあ、自分としても受け入れなきゃいけない部分はありました。僕は本当に俊さんと一緒にプレーしているときに、本当にまだサッカー始めた頃の、なんですかね、貪欲さというか、うまくなりたいっていうね、そういう本当の時期に戻れて、子供の無邪気な本当にそういう時期に戻れて、たっていうのがすごく印象的で、また一緒にプレーしたい、この人と一緒にやりたいっていう気持ちをね、本当毎回思ってました。一緒にやるたびにサッカーの楽しさ、面白さ、いろんなものが共有できて、僕はすごい幸せな時間でした。またどこかで、サッカーボールを蹴られる時を楽しみにしております。本当にお疲れ様でした。中村俊輔さん、現役生活お疲れ様でした。まあ、俊とは、もう本当に一緒に、サッカーをしてきてよかったなという思いが強いです。周りの筋大、練習終わった後に、フリーキックの練習をよくやったんですけど、まあ、俊のおかげで本当に、自分もキーパーとしてのスキルがものすごく上がりました。で、まあ、本当にその食事の面もトレーニングのところでも、俊と一緒にやったことがね、まあ、自分もみんなあったけど、その後俊が、もう本当世界のトッププレーヤーの仲間入りになっているというのを見て、まあ、改めてすごいな。やっぱりこの天才が努力すると、やっぱりこういう選手になるんだなっていう、本当に代表的な素晴らしい例をね、こう作ってくれたなと思います。だから、その俊介が、ね、やっぱり自分がやってきたことをどんどん発信してほしいな、自分が考えてることとか、そういったことをもう今後もね、やっぱ発信してほしいし、やっぱ俊介のキックはやっぱなかなかこう真似できないし、なかなかもう教えることは難しいかもしれない。まあ、それだけこの何ですか、日本のサッカー界に中村俊介っていう存在をね、印象付けた、これはもう本当に俊介の功績だと思います。で、今後も、ね、やっぱり日本のサッカーのために、まあ、俊介のこのアイデアをどんどん出してほしいなと。やっぱりね、その、まあ、グラスゴーセルティックという、世界にこう認められて、まあ、世界有数のね、トップクラブで、まあ、リーグ優勝を導いた、やっぱ本当素晴らしいですよ。まあ、本当に偉大な選手だなと。で、またその偉大な選手と、やっぱりマリノス時代、また日本代表でプレーできたっていうことを、もう僕も誇りに思うし、本当にね、素晴らしい、感動を多くの人に与えてくれたと思います。今後も、一サッカー人として、日本のサッカーのために、頑張ってください。一緒に頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。ヘイ中村、何年だ、26年か、間違ってたらすいません、多分26年間、めちゃくちゃ長いサッカー人生お疲れ様でした。後を追います。俊介とは、まあ、僕の記憶が正しければ18歳の時から、まあ、仲良くさせてもらって、まあ、クラブでは一緒にプレーできなかったですけど、代表で
長い間一緒にプレーを、まあ、楽しんで、旬のプレーを間近で見せてもらって、まあ、勉強にもなりましたし、時には俺にもフリーキック蹴らせろよと思った時も多々ありましたが、まあ、あなたの左足は世界一かなと思ってます。まあ、旬が、これまで歩んできたあのサッカー人生っていうのは、いろんな選手、スタッフ、そしてサポーター、ファンの皆さんに、一生刻まれていくんじゃないかなと思ってます。まあ、これからは多分ですがサッカーに関わっていくと思うので、僕が引退してですね、職がないときはコーチで雇ってもらえないかなと思ってます。給料はまあまあ高いと思いますが、そこは旬の力で、なんとか僕を雇ってくれたらなと思ってます。まあ、これからの、まあ、第二の人生というか、選手引退後の人生をですね、俊介らしく、歩んでいってもらいたいなと思っております。本当に長い間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。俊さん、こんにちは。長友です。現役生活本当にお疲れ様でした。僕がプロになったばかりの時に、俊さんと出会って、プロとはどうあるべきか、どう行動すべきかだったりを、学ぶことができました。本当に、僕の大きな財産となっています。ありがとうございます。またたくさんのお話を聞かせてください。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、俊さん、長い現役生活お疲れ様でした。俊さんと、共に、日本代表でプレーできたことが僕の中で本当に財産になってます。やっぱり後ろ姿を常に自分たちに見せてくれたっていうのが僕の中では、記憶に残ってます。言葉じゃなくて俊さんの生き方、本当に尊敬していますし、その魂を僕も引き継いで、どれだけできるかわからないですが、サッカー選手として、まだまだ頑張りたいと思います。本当に現役生活少し寂しいですが、お疲れ様でした。 Good day everyone、and especially Tanaka, congratulations for an incredible career, a career I was lucky to be part of. Thank you very much for being part of that. Actually at the moment I am put together a combination of people who I think are terrific role modelsfor young players, which I deal with quite a lot at the moment. And that's Nick. As you can see, he's here. A great player, in my opinion, means a great player makes people around them better or great. And Nick certainly did that with his time at Celtic. He made me a better manager. Anyway, thank you very much for your contribution to my career, everybody who played with you, Celtic Football Club, and all the clubs you played with. It's an honour. You enjoy your retirement, but please keep in the football game. You've got so much to offer. Good luck. Best of luck to you and your family. Stay safe and stay healthy. Gordon. Shun-san, 現役生活お疲れ様でした。俊さんとは日本代表、そして横浜 FC で一緒にプレーしましたが、やはり、自分の中では2019年に、横浜 FC で、J1 昇格を果たしたことがやはり、すごくいい思い出になってます。そしてやはり、横浜 FC で俊さんと一緒に、ピッチに立てたこと、これがやはり僕の中では大きな誇りになってますし、自分の心の中に大きな宝としてね、しまっておきたいなと思ってます。
まあプレイヤーとしてはね、これで、引退かもしれませんが、まだまだ俊さんのね、経験そういうものを生かして、サッカー界で大活躍していってもらいたいなと思ってます、これからも新たな出発としてね本当に頑張ってください、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。